皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もブラスフェマス遊んでいきましょう。さあ前回ですね、医療教会の残る町アルベロに到達したところで、今回ですね、前回行けなかったところに到達しながらさらに先に進んでいきましょう。ですね、ここまずこっちね、ここの下部分とこっちかな、前回の一番最後のところの上方向プラス右方向っていう感じで攻めましょうか。よし。さあ出発。あとね、本作、死んだんだけどね、右上の数字。あれ減りませんでしたね。ソウルに相当するもの。落下しました、前回のとこ。下にこう、ピャーっといけるのかと思ったらね、普通に死にました。落下死した。移動ダッシュかな。これを使って、よし。多少早い。で、パニってからの、はい。でですね、ここの多分右から下行くと、そこのね、右下の通路、そこがあるんだね、そうそう。パニって、こいつは大丈夫、もう、慣れた。さあ、ここはサクサク行く。よし。で、まずですね、上行ってから下に行く。ちょっとこう登って、下に行く。いいね。これ剣貫通するのいいな。ずるいけど。はい。で、次、こいつ。あ、今のは。あ、こいつ重いな、これ一発。こいつに食らうと全部ね、パーになるな。台無しになる。はい。で、下行って、ここら辺にね、欲しいんだけど、祈祷台ね。あれ？ちょ待ってね。そこってこれいけんの？もしかして。あ、いけるんだ。マジか。なんか空間あったなって思ったら。で、アイテム。船乗りアーサーの支骨。アーサーはその衣装を謎のトーテムを探すことに費やした。彼の手により、絶え間なき波によって守られた不可侵の城が海中に存在することが証明された。え、この支骨集めてこれどうすんの？ひたすらに指の骨。あれ、そこにあいつがいる。これは、こう言って、はい、パリってからのもう一発、打たせて取る。よし。そっち行きたいんだけど、下からか。ショートカット。いやーい。向き変わると弱くなるやつ。よし。でですね、こいつ何こいつ。ここはちょっと強技をまず使って、おい、こい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 、あいつか。なんか本体っぽいやつ。おし、意外と弱い。で、これ取って。待ってね。戦国の口外水。口外水俗に言うのどちんこ。周囲のオブジェクト破壊時に一定確率で償いの涙を獲得できるようになる。これはぜひとも装備しとく。あ、と、すいません、待ってね。伝承か。聖火エスクリバーの布告。聖別軍という名を授けようと聖火をおっしゃった。鎧の下の肉体には、私自らが清めた油で性別された包帯を巻きなさい。私は彼らを守るのと同様に、性別君には万母の母を守る使命を与えよう。聖火エスクリバー、出てくるのかな？で、よし、こう開通して、で、まだそこに行けません。敵は復活してないよね。あれですね。よし、これいいところ。よし。で、こっから、右行って。ここはね、そう、割といるんだよな。あっ！今な、早かった。おし。はい。焦るとダメね。一発回復。で、からの。あ、そう。これは、まあ、素通りしてもこれよかろう。
ね、なんか下行けそうで、これ怖いんだよな。落っこちるとね、死ぬんだよね、このゲーム。下無理ですね。広がりがないと思う。よし。で、こいつはこれやっとくか。いや、まあいいや、ストーリーしよう。さてさて、でですね、こっからまず上行けて、さらに下行けるんだよな。どうしよう。上の底、あれ何なんだろう。これもちょっとずるいんだけど、下からさばかせてもらおう。よし、知恵を使う。そろそろいいかな。いやー、そうなんだよな。ある位置。よし。R1 意外とね、瞬時にね、押せそうで押しにくいんだ。あとね、そこ、左。そこがですね、説明の表示で、なんだろう、財貨。財貨。財貨。ちょい、これ、即死なのこれ、マジか。いやー、これ申し訳ない。即死か、これ。で、チュートリアル、財貨の蓄積。介護者が死んだ場合、世界には財貨のかけらが残され刻まれる。財貨は死ぬたびに蓄積していき、熱傷や償いの涙の獲得量が減り、また熱傷の最大量も減少してしまう。財貨のかけらを回収するか、その重荷を和らげてくれるものを見つける必要がある。あ、さっきのマップの財貨ってあれか、前回死んだとこだわ。落下死したんだ。なるほどね。で、そこに残ってますと。これを回収する必要がある。パパッと行こうかね。すいません、しばしお待ちを。戻ります、爆速で。よし、さあ戻ってきました。で、これか、かけら。まず1個、これと。あー、これ、これ怖いわ。死ぬと分かるとこれ怖いやつね。前回なんで普通に一発でいけたんだろう。よし、危ねえ、危ねえ今ので。ここでそう落下死したので、これ取って、よし、さあマックスでですね、こっから、そこの上があるんだな。そう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 、そこ、こう、あ、まあ、こういけないやつ。あー、マジか、これ。右に行く必要あんの、これ。これさ、右に行くの？これ、えぐいな、今んとこ。さて、これ来たんだけど、そこにあるんだよな。これはちょっとスルーかな。なんかの癒してくれる方を探そう。あれ絶対死ぬわ、左行って。ね、オリーブの畑らしい。ただ枯れてるんですね。あ、待って待って、今のチュートリアル一瞬過ぎた。あ、これか、おそらくこれか。これをどういくの。剣を刺すのか。はあ、はあははあ。よし。で、三角。今のすいません。おし。で、ここで祈祷台か。ここにあって、となると何？あっちの右の方向は？どうすんのあれ。いいんですか？そこに一個。これ何？詩人ヘルザーのどっかな？胸骨かな？これですね。あ、すいません。これ胸骨じゃなかった。頭骨ね。詩人ヘルザの頭骨。詩人ジョン・クラーク・ヘルザの作品が有名になったのは、悲しくも彼の死後のことであった。名作として知られる赤羽の歌は、倒れた木の下敷きになった彼の遺体の隣で発見された。何かしらこう死が絡んでるんですね。で、こうぶっ刺して、よし、登って。これ生きてんのかこいつ。三角。Contrite and humiliated be the heart, penitent one in silenceYou stand before what remains of Gemino. 心は後悔と屈辱にあふれています。言葉つむがぬ介護者よ、あなたの目の前にあるのはジェミノであったものの残骸です。 Oh, do not fret for me. The cold is merciful, for it relieves our pain and numbs us before it leads us to our deaths. ああ、心配はご無用です。霊気は慈悲深い。痛みを和らげ、感覚を麻痺させ、私たちを安らかに死へと導いてくれますから。Perhaps the miracle the others spoke of has come to me. Here, in this iron tomb,
lengthening distress more and more. 人々が奇跡と呼ぶものがこの鉄の墓にて私にも訪れたのでしょう。この私の苦悩を長く、より長く保つために。To a promised land, you direct your march. To the place where the frozen and the burning embrace in communion. あなたは約束の地へと、凍りついたものと燃え上がるものが一体となる地へと、その足を運んでいます。Let me ask of you the favor of bringing me a few drops of the oils that once came out of these icy olive trees.The ones that ended up scorching the faces of every pious person who ever reached the summit. オリーブの油を持ってこい。頂上へとたどり着いた信者たちの顔を焼け焦がしたとされるあの油を。As my last wish before it is too late for me, let me feel that pain. 手遅れになる前に最後の望みとして私はあの痛みを求めます。Take this. さあこれを。よし。で、空の黄金指の木。Let my numbed arm become another branch of this withered olive tree. さて、私のこの腕はこれから、この枯れたオリーブの木の枝と香り果てます。Hurry up. I can still hear the call. 急いでください。あの声は未だに私を呼んでいます。雪山、確かあれか、なんかステージのうちの1個か、っていうふうに言ってたね。で、できれば多分あっちじゃないの?あのお使いだったもの先にちょっとこう軽く見てから戻ろうか。多分こっちじゃない気がするんだな。でなんかこう山賊っぽいやつがウッキウキで走ってくる。無知使いか。これどうなってんのこっち。そこに敵いて。そうね、こっちはこっちは広そうね。じゃあ先に教会のお使いかな。ちょっと待っとれ、死なずに戻ってくるから。まずこっちじゃ、先方じゃ、こっちじゃ。今日ね、1月1日、見事に寝てしまってね、実家に帰りそびれました。皆さんどうでした？家族と会ったかな？私は会えませんでした。あ、でこいつら、そうか、復活してんのか。で、ここで変にこれ落っこちるとこれなんかまずい気がするんだな。こう、そうそうそう、ちゃんとこう下を見て降りて、あ、でも普通に行けたわ。で、こっからですね、そうそうそう、下に行けるんだよな。マップのつながりがわからん。前回ほら、なんたらかんたらが導くっつってさ、全然導いてくんないってね。あれも怖いな。ノックバックでこれ死ぬんだろう。はい。はい。よし。あれ、これは怖い。これ怖い。これはあえてスルーっていうこともできる。まあ、それか、効果避けて。あ、これですね。よし、決まった。学習した。で、こいつは撃たせて、取る。序盤からこんななんかやらしいことさせられるのこれ。下多分死にますね、これ。あ、でも一応なんか道あるのかな、こっち。やだな。どこなん、導けよ。なんか来たし。Sister of mine, a cipher told to you, someone is heading towards the forbidden gate. 我が妹よ、お前に予言した通り、何者かが禁じられた扉を目指しているようだ。Someone who seeks the purge and excommunication of all that is sacred and rests there. あの地に住む神聖なる者たちを粛清し、破門しようと企む何者かが迫っている。No.Do not place your doubts on me. いや、違う。私を疑わないでくれ。I am ready. 確保はできている。え、別にあらす気ないんですけど、お使いしたいんですけど。おい、どこなんだよ、これ。慈悲なる夢、どこだよ。これ、合ってんのこれ。どうしましょうね。合ってんのかな。で、さらに右行けるし。広がりがこれすごいぞ。おー、で、なんか巨人いるぞ。何かをくれるのかい?ひざまずこう。あ、で、これか。財貨を浄化しますか。200円。まあ、払っとこうかな。よし。財貨は取り除かれた。ありがて。これ懺悔すんだね。で、多分マップに出るはず。よし。となると、ね、上何なんだろう。普通に上行った場合、ここも広がりすごくない?
で、下行きますよね。左右か。マップの層ね、狭さ的に左潰したいんだけど、先にちょっとこう見ようか。見てから行く。ここはおじさんいますね。あ、変なトラップあった。あれ、即死なのもしかして。痛そうなやつ。あ、で、これ何？ここで、あれか。祈祷台。はははは。となると、ここに祈祷台あるということは、え、上行ってじゃあ右はこれ何あんの？多分上行ってじゃないかな。正規ルート、順路。ちょっと上行こうか、じゃあ。ここに祈祷台あって、ここの祈祷台これでかいね。罪浄化できるし。お金いるけど。あーで、あれ、そうそうそう、連中復活してんだよな。そうなんだよな。まあ、行こうか。いや、無理だろ、こんなの。よし。ぴょん吉くんして。はい。下、あ。あそこさ、なんか下なんかあるで、これ。下なんかあるんだよな。ちょっと見ていいですか、これ。ほら。どうだい？ここに、強キャラ二人いて、一発引っ叩いてからの、危ない。これちょっときつくないですか。よし、いた。ここ何やんのこれ。左、あそこにあれか、ボールか。多分これ二段ジャンプかなんかかな。空中ダッシュとかね、そういったものがないと取れません。で、下これ死にますね。これ、そうそうそう、これ死ぬわ。なので、そこ、これ、いやー、これわからん。これ、あ、つ、よし、つまった。危ねえ。わからんっていうね、これ一番怖いわ。で、こっから上行って、いやー、でもやっぱ 2D 作品むずいわな。なんかね、難しいっていうかね、プレイヤーの腕前のこの発揮の幅がね、狭いんですよ、 3D に比べて。あ、すいません。よし、はい。あ、で、三角、よし、プレス。で、下に強キャラいる。ただこっち側かね。なんかさ、 3D 作品だったらさ、こう回避にもね、8方向16方向32方向とかいろんな方向に転がれるんだけど、このゲーム基本的にほら、上か前かさ、左っていう感じじゃん。いや、でも、そう、あいつ来んだろ？よし。チャチャを入れるんじゃないよ。ぶっ殺す。で、この下が、で、そのさ、どこなん？その、なんか、お使いのやつ。それがまずわか、ガチでわからんのよ。よし。バリって、裏取りこれできんの？よし。あれ、欲張り切るかな、今の。はい。まあ、防いくれました。あっ、危ね。回復。よし。今の危ね。で、ここで技を使わせてもらおう。ベンベンベン。はい。あいつも多分パリできるんだけど。これで、こういう道が開通して、これで終わりってこと？あ、そう。つまり、そっちへ行けと。右奥だよね。ここら辺ボスいるんじゃないかな。どうでしょう。おし。三試練の橋。さあ、まずは、祈祷台でお祈りかまして、三試練ってなんだよ、三つあるのか、何かが。多分ボスじゃない？
灯台あったし。どうだ？あ、またこの人いた。Here lies the door, on whose bronze the ordeals of those chosen by the miracle are perpetuated. この扉の聖堂には奇跡によって選ばれた者たちの苦悶が刻まれ、未来永劫にわたってとどめられている。On it, for the art of these images to be worshipped and revered, ornamentation must take place.そのような姿を崇拝し賛美するために、扉の聖堂には華麗な装飾が施された。His sculpted holiness watches us, rigid, from on high. But it is the relief of the bronze that dictates who is worthy of passing under its adorned arch. この扉が資格を与えるのか、つまりこれが何、ラスボスの扉？ Find the holy visages, and the bronze will know.聖なる形を見つけよう。そうすれば聖堂は答えるだろう。For fickle are the wishes of the miracle. これも奇跡の意志が気まぐれないゆえである。つまり今はいけませんと。ほほほ。三試練の橋、その三つの証を持ってこいってことかな。つまり。となると、行くとするとこの慈悲なる夢、もしくはオリーブか。この枯れ畑、小畑っていうのかな。どっちに行くか。オリーブ。なんとなくなんかこう優しいイメージでオリーブかな。これワープできないもんね。オリーブ行ってちょっと先行ってっていう感じかな、今日は。こっからワープできないもんな。じゃあパート戻ろうか。今ここに行って、パート行って左上ですね。あとここの右下。ここは。そうそう、あっちか。じゃあまずオリーブかな。あと強化か。強化できるんだけど、あそこまで戻る必要なんだよね。一番最初のところ。それが若干しんどいです。なので行きます、先に。さて、オリーブ。やってきたぞ。これこうぶっ刺して、上り、一応セーブをかけて、で、さらに、ぶっ刺して、ぶっ刺し、上り、ちょっと待ってね、油持ってくから。ただ、そう簡単にはね、持ってこれんわな。あ、ちょっとこう、遅れてそうか。え、あいつ、一発重すぎない、さすがに。なんだあれ、これ下、下、待って、下なんかあんだろうな、これ。いや、ない、ないですね。ないわ。マップがちぎれてる。左行けて、さらに上行ける。広がりがすごい。待って、これ、見えない見えない。下これ大丈夫これ。穴ない。大丈夫ね。よし。方向のニンニク。なんだこれ。非常に希少な骨のような白さの球根。白檀剤かな。それにも似たようなその強烈な香りは。雨の日になると目立つようになり、その生息場所を特定できるようになる。その神業のような効力を求めて、優れた嗅覚を持つ薬草医が探し求めている。で、伝承。ティルソの告白その6。それ以来、私たちの経験のある口づけは、この地を荒廃させる奇跡の病から、何百という命を救ってきました。こうして私たちは、口づけの連射と呼ばれるようになったのです。これ、前回のパートで言ってた軟膏の材料、これなのかな？軟膏の材料と、空の黄金指抜き。これですね。金で飾り付けられた指抜き。碑文にはこう書かれている。食材の油に耐えられるのは冷たい黄金だけである。で、伝承。これすみません、読みたい方はね、一時停止して読んでいってくださると嬉しいです。昔の言い伝え的なもの。クエストアイテム。あ、これクエストアイテムか。方向のニンニク。つまりおそらくこれ持って帰れば難航できんのかな。どうなんだろう。一旦戻ってみるのもいいんだけど、何にもなかったらね、ちょっと寂しいしな。あ、で、また上に、あー、この配置、これエグすぎない？さすがに。え、やばいでしょ。どうすんのこれ。あ、岩がね、あいつに当たってた今。
こう、そうそうそう。で、ペッってやって、でこいつを、はい、張りって、はい、よし。はい、ザコ。はい、あ、はい、ザコしてからの右になんかあるんだけど、これ、いけるかどうかわからん。左に、ブス。怖っ、このゲーム。で、右にこういけるっしょ。あー、そこに、ベイビーか。と、こうならば、いけるんだよ。そう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 。あ、で、さらに上か。これは無理だろう。はい。おいー、マジか、これ。なんなこれずるいよ、こんなの。今のずるくないですか、これ。なんじゃ、あれ。これどうしようかな。ちょっとニンニク持って戻ってみようか。で、強化できるもんな。あそこひでえな。なんか、ちょっとこう、その感じはあったよね。フラグというかさ。こうなりそうだなっていう感じはあった。まさかなるとは。で、強化できるしね、今。あ、これ下に行けないのか、これ。こっからこう行って、今ね、そこ行けなかったと思う。ここ行けるんだな。ここからずーっと左に帰ってきます。で、一旦帰って終わりかな。ひでえ目にあったの、しかし。さあ、どうかな。持ってきたでよ。おし。ですよね、やっぱり。ニンニク。渡す。アイテム渡した。方向のニンニク。Merciful be, penitent one. With your contribution, the work of this brotherhood carries on.あなたは慈悲深い介護者よ。その寄与のおかげで、この教団はその使命を続けることができます。で、アイテム。布もらいましたね。え、これで終わり？これらしい。甘い糸の布。時折かすかに震えたは理解不能な物音を立てる、使い物にならない布切れ。堕落の街灯にその身を隠す奇跡たる苦痛は、ありふれた物質にその痕跡を残すことがある。で、伝承。これもすみません。読みたい方はね、一時停止して、読んでいってくださると嬉しいです。これね、正直、行間もちょっと欲しいかな。行と行の間ね。これがあれば彼の懺悔は認められるでしょう。で、この布、これどうするんだろう。多分、なんかね、物々交換的な感じじゃない？で、下行って、じわりと強化しよう。こっちじゃー。強化場はこっちじゃ。よし。さあ、強くなりましょう。でですね、何買うか。これができません。2000円。欲しいんだけどね。落下攻撃。これね、どれも微妙だな。回避の勢いを使って、ぶっ刺す。で、もしくは落下攻撃。強力な落下攻撃。落下攻撃これ使うか。どっちかっていうとこれ欲しいんだよな。これね、どうしようかな。動画の裏で2000円まで貯めて、で、撮っときます。で、次回ですね、これを撮った状態からスタートしていきましょう。はい。ではね、すいません。今回時間の切りがちょうどいいんで、一旦これ終わりにして、で、また次のパートに繋いでいきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あと、Twitter のフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回ブラスフェマスでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。